はいどうもこんにちは、こんばんは、じゅんと申す者です。今日も PTC 事業の実況をやっていきたいと思います。今日使うデッキがこちら、メリープキノガスタになります。まず紹介したいカードがこのメリープ HP50 の雷タイプです。特性ふわふわ枕を持っていて、このポケモンがバトル場にいるなら自分の場に1回使える相手のバトルポケモンを眠りにすると。なのでまずこのメリープを前に出してあげて、この特性ふわふわ枕で相手のポケモンを眠りにします。でこの U ターンボードをつけて、まあ、もしくはこのポケモン入れ替えでもいいんですけれども、逃げましてこのキノガッサで攻撃していくと。でこのキノガッサなんですけれども、キノココからの進化系で HP120 の塔タイプで、技が2つありまして、1個目がキノコの星、相手のバトルポケモンを眠りにすると。もう1個が猫身を襲う、草1個で使えて30プラス、相手のバトルポケモンが眠りであると90ダメージ追加と。なのでこの猫身を襲うですねを使って、まあ、120ダメージ、草1個で120ダメージを出していくと。で相手のポケモンが眠りなのでコインで表なら起きると思うんですけれども、このまどろみの森を使うことによって相手が4分の1ですね、コインを2回表を出さないと起きないので、まあ、4分の1でしか目覚めることがないと。今の環境ってグズマがないので、まあ、入れ替え手段も少ないですし、まあ、基本的に1回眠ったらまあなかなか起きないというところで、まあ、キノガッサとかで、まあ、ばっこり相手のポケモンを倒していくという風なデッキになっております。それでは早速対戦の方に行ってみましょう。はい、今チェンジいたしました。対戦よろしくお願いいたします。雷超鋼タイプと、これピカゼクかな、おそらくピカゼクか、なんだろうな、ジラさんはおそらくありえないんで、ありえなくはないんですけど、まあ厳しいんで、まあ、これは高校かな、まあ先行欲しかったんですけれども、そうですね、高校をもらっていく。これはマリガンと、まあ相手のデッキは何でしょうなという感じなんですけど、これはちょっとハンドがやばいな。どうしよう、メリープスタートでいいかな。別に眠らせて逃げてもキノコとかに逃げておいてもいいんで、これはどうしよう。一応ポケツトップだけ考えて2匹出してていいのかな。まあ、出さなくてもよかった気もするんですけど、そうですね、まあ、今の環境ジャッジマンぐらいからもうジラさんっていうかピカゼクですね、ピカゼクジャッジマン入り結構多いんで、なんていうかジャッジマンピカゼクって言われるぐらい、まあ、ジャッジマンがまあ強強の強なんで、割と使われてる方多いんですけれども、ジラスタート弱点つけるんで、まあ、言うてですね、ミュウがないんで、そのタックボルト GX のメタは貼れないんですけれども、言うてピカゼクもライライも、ライライに関してはディアンシーがあればワンパンですね、できるんで、まあ、相性自体はおそらく悪くないですね。電磁レーダーと雷エネルギーですね。これハンドがかなり弱いんで、ちょっとなんとも言えないんですけど、トップ何がいいかな、まあ、リーレですね。リーレトップしたくて、リーレトップすると、まあ、8枚、7枚か引けるんで、かなり盤面が強くなるんですけど、どうだろう。これ、ジラーチ眠らしちゃっても意味ないんですよね。スケボー張ってるんで、まあ、正直相手、そうですね、ピカゼクとかを前に出してきて、それを眠らせたいっていう気はしてて、多分それができないんですよね。となってくると、まあ、おそらくこれ、キノココとかに入れ替えた方が強そうっていう、あれはありますね。カスタムキャッチャーとかでメリープ狙われちゃうと厄介なんで、まあ、後続のメリープも出したくて、理想はメリープ、キノココ、キノココ、キノココ、ディアンシーかな、が、まあ、理想の盤面ではあるんですけれども、持ってくるのはデンジ。まあ多分これはさすがに逃げないですね。このままバトル場にジラーチいてくると思うので、どうしようかな。スケボーを使ってキノココとかに入れ替えておいてもいいんですけど、もし倒されなかった時が厄介な、まあ倒されなかったら倒されなかったで、まあ有利っちゃ有利かな。おっと、相手ピカゼクを落としていく。2匹目はいらないという考えなんでしょうか。エネルギー1枚つけて、これでやっぱそうですね、終わりをしていくと、ドローカードがスイッチ。これは、キノココ、U ターン貼って、これスイッチ切っちゃうタクなくはないんですけど、どうしようかな。さすがにもったいないか。カスタムキャッチャーから2枚引いていきましょう。ポケツーとネット、弱えな。いやー、これはさすがに逃げるしかない気がするけど。眠らせる意味もないんですけど、まあ眠らせますか。眠らせて、これはさすがに逃げるしかないですね。次のターン、キノガッサを出さないといけなくて、メリープで眠らせて、ネットボールから、ポケモンを持ってきて、それをポケモン通信でキノガッサにするという動きを取らないといけなくて、これカスタムキャッチャー使われちゃったらかなりやばいですね。カスタムキャッチャーでメリープかな、メリープ破壊されちゃったらダメで、でもこのターン殴ってこない可能性、殴ってこないっていうか殴れない可能性十二分にありますね。サンダーマウンテンプリズムスターとか、もしくは、そうですね、あ、2枚落ちてるんか。だったらこれカプコケコ、あ、ポケモン通信持ってきたんで、これ多分カプコケコプリズムスターからおそらくピカゼクにエネルギーつけてきますね。でピカゼクに6枚貼った場合、これほぼ勝ちなんですよね。ピカゼク6枚貼ってきたら、これキノガッサでワンパンしてあげれば、まあ、相手をほぼ何もやることないと、やることないっていうか結構きついと思うんで、これできたらカスタムキャッチャー使ってほしくないですね。このままキノココ、前のキノココをバッコリ倒してきてほしいんですけど、この草のついてるキノコを倒されちゃっても時アノマリーがおそらくあるんで、まあそれでエネルギー持ってきてピカゼク倒すことができるので、まあ、ここはメリープ倒されなければほぼカチカチ山かなっていう感じではありますね。
デンジュレーダー、これちょっと怖いな。デデンネ持ってきてカスタムキャッチャー探す旅に、多分おそらく相手勤しむというか、してくると思うんですけど、あ、蝶が入ってたんで、多分ネクローズも入ってるんですよね。あ、違う、マーシャドウか。マーシャドウですね、多分。これは、デデンネでカスタムキャッチャーまで引っ張ってこられちゃうとやばい。それ以外はかなりありがたい。おっと、ピカ族に入れ替えていく。デデンネ使わないのかな？デデンネ落としましたね、普通に。雷持ってきて、このままフルドライブを打つようであれば、まあまあまあありがたいと。これでもし前とかにつけてきた場合も勝ちなんですよ、さすがに。あの、ライライにおそらくつけてくると思うんですけど、もし前につけてきたら勝ちで、まあ、ライライだった場合は、そうですね、まあまあまあ言うて勝てるって感じではあって、ドロサポ引きてえな、できたら。このターンドロサポ引きたいですね。まあさすがに、前か。これはちょっと相手強気男ですね。これさすがに確定でこのピカ族倒せるんで、ちょ山見てないんですけど、キノココとフェローチェ&マッシュ文化がもしサイドに落ちてたら、これネットボールでポケモン持ってこれないんですけど、多分なことないと持ってこれましたね。これはどうするのがいいのかな。メリープ倒されるのがまずい気もするけど、とりあえずこれから草？草でいいかな。草か、まあ草でいいか。草貼っとい、いや草である必要なかったですね、これ。まあいいか。進化してね、ふわふわ枕、さらに逃げまして、いやこれさすがに勝ったと思うんですけど、寝込みを襲っていきましょう。100、240点と。これ普通にあれですね、キノココかなんかでよかったですね。まあ多分これさすがに勝ったっていう感じで投了してくると思うんですけど、どうでしょう。勝ちましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。ハガレとノーマルと超タイプと。ここは先行をもらっていきますか。おそらくカラマネロ系統な気がするんですけど、ここはディアンシースタート。これポケギアでなんか引かないとやばいですね。ディアンシー出しまして、ミュウ、なるほどなるほど。とりあえずネットから出すのは、これはキノココでいいのかな。キノココ、キノココ、キノココかな。キノココ、いやメリープでいいか。キノガッサがこれバックするかしないか。これでも確率変わんないんで、とりあえずポケギアから打っちゃいますか。白な、だったらこれマドロム必要まだないんですけど、キノガッサ戻してメリープ出しておいて、そうですね、メリープ出しておいて、ここはシオナ打っちゃいますか。とりあえずスイッチ欲しいのかな、これは。スイッチ欲しくて、まあマドロミ貼ってもいいんですけど、まだ貼んなくていい気がするんですよね。スイッチ引けず、キノココだけはたくさん引けた。マドロミはまだ貼んなくていいから、このまま終わっちゃいますか。短種量、お嬢様スタート。相手な、何のデッキだ。あ、鋼軸か。これはちょっと予想外ですね。おそらく自爆コイル使う何かっぽいんですけど。これはおそらくメリープにダメ化を乗せていきますね。そうですね。これはちょっと厄介なんですよね、実は。実は厄介で、ゲギア、ハンド減らし、白な、まあ、どっちでもいいか。リーレ持ってきて、白も、白の持ってきておいて、どうしようかな。これスイッチ引ける前提のプレイしていいですか。スイッチ引ける前提のプレイするなら、こっからリーレ打つんですけど、引きませんね、残念ながら。キノガッサの、受けてリセットスタンプ使う必要もない気がする。相手ハンド弱いはずなんで、終わるか。終了。これメリープ倒されちゃうの良くないですね、正直。お嬢様、まだお嬢様使うのか。曲がれ4枚持ってきます。ダグ、あ、ダグトリオか、そっちか。なるほどなるほど。ダグトリオにしても結局眠らせないとダメなんですよね。メリープがしっかりと倒されていく、まあ、メリープじゃない可能性もあるけど、さすがにメリープだと思うんですけど、どうなんでしょう。あ、そうですね、メリープ倒していく。このメリープ倒し強いな、普通に強いんですけど。スイッチ今更引く。リセットスタンプから打ちますか。リセットスタンプから、あ、これ眠らせる択がなくはないんですけど、どうしようかな。まあ使っておいてもいいか。先にスイッチ使っといてから、これはシンティア使っちゃいましょう。間に合うかどうか怪しいですね、これ。うわ、何も引かねえし。やべえな、これ。何も引かないんですけど。30与えておく意味がこれなくはないけど、ほぼないんで眠らせちゃいますか。終わり。お、いいですね。起きなかったと。まあ、これ次のターンのキノコの奉仕じゃなくて、寝込みを襲っていけば倒せるんですけど、ハンドこれやばすぎますね。打つ気は強いな。リセットスタンプ打たなくてよかった気もしますね、こうなってくると。そうですね、これはピジョン型のアロダグなんですけど、先にサイド取られちゃったんで、ちょっと怪しいですね。まあ、起きないと。ありがとうございます。メリープ引いた、強いですね。これはじゃあつけといて、これ以上やることないんで、寝込みを襲っていきましょう。60ダメージ、120ダメージですね。ディアンシーやるんで140ダメージまでなっていくと。で、ターン終了。カスタムキャッチャーワンドローして、まあ、ここを相手4枚ないといけないんですけど、これ倒してくれた方がありがたいっちゃありがたい気もするんですけど、どうなんですかね。
相手多分天眼 D 入ってるんで、天眼山多分4投されてるんですよね。それが結構厄介なんですけど、お嬢様でこれ確実に倒されちゃいますね。残念ながら。お嬢様相手4枚入ってる気がする。どうなんでしょう。ヘアメール使いまして、何か持ってきます。でもこれ倒されちゃったら倒されちゃったでまずいかもしかすると。そうですね、これ後続の気のガスさないんで、倒せない可能性が大いにありよりなんですけど、いやめっちゃコルニ欲しいですね。コルニがあれば、まあコルニはないんですけど、まあこれどっかであれですね、フェロマッシュの GX 技使うタクが、まあ、ギリギリ間に合ったか。これフェロマッシュ見えちゃうんですけど、しゃあないっすね。フェロマッシュ見えて、ポケモン通信で入れ替えて、木のガッサに持ってきまして、これどっかで滝のガッツを使わなきゃいけなさそうですね。進化して、眠らせて、寝込みを襲っていきますか。寝込みを襲いますよと。120ダメージ、140ダメージかな。そうですね。で、持ってくるカードがメリープは弱いな。まあまあ弱くはないか。生き物なんで、ポケモン通信で入れ替えれるっていう点を見ると、まあまあですね。ポケギア 3.0 から、ああ、これはあれかな。釣り人とか、お嬢様、4枚目じゃないこれ、普通に。4枚目ですね。めっちゃ入ってますね、相手。すごいな。エアメール、このエアメールが強いんですよね、なかなか。エアメールが強の強なんですけど、まあ、これじゃ、やっぱりあれですね、最初のターンあたりでちょっとつまずいちゃったのが、弱かったですね。天眼山で2枚回収。この天眼山相手多分4枚入ってるんで、こっちがマドロミの森4枚なんで先に張っちゃったせいで、これ張り替えゲーになってくると勝てないんですよね。残念ながら。120ダメージ。でもこれ相手アロダグじゃなくてディグダ出せなかったんで、これ言うていける気がする。メリープ出しまして、これ張り替える必要あんのか？まだない気がするんだよな。なくはないか。木のガッサー、のガッサー持ってきて、まあ、張り替えなくてもいい気もするけど、どうなんすかね。まあ、さすがに張り替えるか。ふわふわマクーラで眠らしておきまして、張り替えて、これちょっとカスタムキャッチャードローしたいんですけど、していいっすか？ここに貼って、エネルギーどこに貼ろう？ここでいいか。カスタムキャッチャー使って3枚ドローしていくけど、弱いな。仕方ないんでこのまま寝込みを襲っていきましょう。140ダメージ、サイド1枚もらっちゃいますと、白ないですね。出してくるのはポッポ。これどうしようかな。フェロマッシュ殴るタクありますね、全然。あるんですけど、サイド3枚取りされちゃったらやばいんですよね、これ。どうしようかな。エネルギー1個つけてワンドローしてくるんかな、これ。釣り人、これはあれ、相手がアロダグ？アロラディグダか。アロラディグダ出さなければ、これワンチャンありますね、フェロマッシュで殴るタク。ありますね。これ多分、1回フェロマッシュで殴って、次のターンスイッチとかで使えば勝てるはずなんで、そうしちゃいますか。フェロマッシュ出して、まあ、次のターンは絶対倒されないはずなんで、フェロマッシュに、草張って、ここスイッチ別まだ使わなくていいんだよな。スイッチってか、そうですね。これ白のまだ使わなくていいと思うんで、ビーストゲーム使っちゃいますか。ビーストゲーミング、こうスイッチ使ってよかったのかな。いや、どうなんでしょう。これ草エネルギーないとダメなんで、なんともないっすね。カスタムキャッチャー。草が1、2、3、4なんで、5の、あと3枚ぐらいあるはずなんで、まあ、言うて引ける気がするけど、このフェロマッシュは絶対裏に返さないとダメなカードで、まあ、これは言うて勝てる気がするんですけど、どうなんでしょう。ジェットパンチは倒せないんで、エアメール使って、まあ、エネルギーさえあればいいんで、とりあえずスイッチからメリープに入れ替えといて、そうですね、キノコとか全部出して、まあ、草さえ引けば勝てるんで、これ。フィッシャーマン、終わり、草、引かない。とりあえずメリープ入れ替えるのは確定事項で、キノココから、これはもう白なで草さえ引ければって感じですかね。ここに貼ったの、引きましたね。引いたんで、ふわふわ枕使いまして、入れ替えます。で、草エネルギーを貼りまして、寝込みを襲っていきましょう。はい、対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。